車線下へご利用くださいましてありがとうございます。当電車13時3分発の準急西武球場前行きです。準急の西武球場前行きです。止まる駅練馬石神公園、石神公園から先は終点の西武球場前まで各駅に止まります。練馬でメトロ線内から参ります。各駅停車京成京の位置がありま、すまたひばりが丘では急行の反応駅と待ち合わせいたします。到着時間ご案内いたします。所沢到着は13時36分、終点の西武球場前には13時48分の到着です。次は練馬、次は練馬です。練馬の次は石神公園に停まります。通過する駅と豊島園、有楽町線、太新線、東武線はお客様、お客様にお願いいたします。いつもお願いしております。釣りカーがオレンジ色、優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、車内の普通はお願いします。またお客様にお知らせいたします。西武鉄道では3月5日にダイヤ改正を実施いたします。詳しくは駅係にお尋ねください。合わせて西武時刻表23号を売店にて発売中です。ぜひお買い求めください。
まもなく練馬に到着いたします。お出口左側です。練馬の次は石神公園に停まります。通過する中村橋、富士見台、練馬高野台を見たお客様は一番ホームへお抜けください。各駅停車の清瀬駅は13時12分発。豊島駅においてのお客様は降りましたホーム2番ホームでお待ちください。豊島駅は23分発。有楽町線、太新線は4番ホームでお乗りください。東北線は一旦改札口出まして乗り換えです。車内に忘れ物なさいませんようご注意ください。この先停止信号ですので少々お待ちください。お待たせいたしました。練馬に到着いたします。袖口左側です。練馬の次石神公園に停まります。通過する駅と豊島園、有楽町線、太新線、東武線は乗り換えください。